明けましておめでとうございます。ファンタスティックスフロムエグザイルトライブの沢野津と申します。明けましておめでとうございます。パフォーマー木村ケイトドス、あ、ごめんなさい、です。新年最初のファンラジはこの二人でお届けします。よろしくお願いいたします。お願いいたします。今年もよろしくお願いします。申します。申します。たこのままだとずっとこれだときついんで切り替えますか。すいません、はい、すいませんでした。お願いします。びっくりしました。僕もここまであのおっとりと来ると思わなかったんで、うーん、沢本夏樹ですってなっちゃった。なっちゃいました。僕も去年実はねこの新年一発目ぐらいに登場してるんですけど。そうなんだ。また今年もね来た、出れました。新年って言ったらケイちゃんか。じゃあ、いや嬉しいですね。やったね。はい、なんだっけ年男なんだっけケイちゃん。そうです、うさぎ年で僕とソータ年男です。さすがです。一発目にふさわしいね。はい、楽しみですね。ぴょんぴょんしていこう。ぴょん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 して運気上げていこうぜ。じゃあそんなぴょんぴょんした豆知識を、はい、おおすごいやりますね。ぴょんぴょんだよ。ぴょん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 は関係なくない。 あの初夢ってあるじゃないですか。あ、初夢、はい、もう終わっちゃってるんですけど、一富士二鷹三なすびってあるじゃないですか、はい、あれって続きがあるの知ってます？一富士二鷹三なすび四さやえんどう五犬。あ、そんなあの野菜に関連してないんですけど。あ、違う。犬ってなんで出てきた。犬は違くて、はい、一富士二鷹三なすび四扇五タバコっていうらしいです。なんか四扇は、扇は末広がりなので縁起が、なるほどね、よく子孫繁栄っていう意味も込められてたり、五タバコはタバコは邪気を払うって意味があるので、うん、出世の象徴。あ、そうなんだ。はい、だそうです。じゃあなんで一富士二鷹三なすびまでしか言わないんだろう。なんか四扇五タバコって多分未成年に悪いからじゃないですか。扇はいいだろせめて。扇はいいけど五タバコはね。確かに三までが一番語呂がいいんじゃないですか。しっかりと。すごいです。あの台本が赤字で、ま、はい、真っ赤になってます。それぐらいびっしりと。新年は一発目はね、一発目、一発目は。でちなみにケイちゃんの今年の初夢何でした？あ、今年ですか。やっぱりすごかったですよ。なんか富士山に2匹の鷹がいて、おうおうおう、まさか鷹がナスビ食べてました。すげえ幸運だ。ナスビは何個くらい食べてました？3個。お、すごいすごい。1.5、1.5 ずつで。あ、1.5。結構仲良く分けてました。半分ずつしてんだ。そうそうそう。え、さらにさらに？さらになんか扇のセンサーを泳いでる鷹もいて。鷹めっちゃいるじゃねえか。でもう一匹鷹がタバコ吸ってました。いや最高の夢だ。鷹めっちゃ出てるじゃん。出すぎだろ。逆に叶わないかもしれない。叶わない。一富士六鷹ぐらいになっちゃってるから。三なすび惜しいね。惜しいですね。惜しいわ。いや惜しかった、まあ、でももうちょっとで運気上がりそうだから。そうですね。もう一回見よう、はい、同じ夢もう一回見よう。よし、来年に来年行けましょう。はい、はい、そんな今日のファンラジは2023年の運気について、そしてファンタジスタの皆さんから送っていただいた質メールも紹介していきます。ということで僕たちファンタスティックスフロムエグザイルトライブとファンタジスタのみんなで作るラジオファンタスティックレディオ、今年もよろしくお願いします。 FM 大阪みんなで作るラジオファンタスティックレディオ。さあ、それでは前半新年らしく、はい、ファンタジスタの皆さんが2023年にあげたい運気メールがたくさん届いてるので、はい、まずはこちらを紹介していきます。いきましょう。じゃあ僕からいきますね。はい、ファンタジスタネーム大阪の彩香さん、ファンタスティックスの皆さんこんばんは。こんばんは。私が2023年あげたい運気、それはもちろんライブ運です。おファンタのライブの当選、神座席などなど、ホップステップ丸々と次のライブを期待してお正月のお参りをしっかり願ってきます。ライブ運が上がるように実習課題バイト頑張って、また今年も会えるのを楽しみにしています。体調に気をつけてください。嬉しい、ありがとうございます。この方鋭いですね、ホップステップ丸々っていう予想が。もうジャンプって言ってるんで。素晴らしい。そっか、はい、やっぱあれね、ファンの皆さんはそういう神席みたいな、そういうお願いもするんだね。じゃないですか。僕らだったらさ、こうたくさんの皆さんに会いますようにとか、うん、ライブたくさんできますよみたいなことだから、はいはい、うん、そうやってね、ファンタスティックスがいい席でみたいなね。
ぜひ見てもらいたいですね、はい、お願いします。お願いします。続いてファンタジースターネームみはるさん、はい、ファンタスティックスの皆さんこんばんは。私は2023年上げたい運気はエレベーターに乗りたいタイミングですぐ乗れる運気です。なぜかいつもタイミングが合わなくて待つことが多いです。エレベーターの前に立った時ドアが開いてくれたら気持ちいいですよね、ということです。わかる、わかりますね。これは会社で言ったらさ、メイク時間とかさ、はいはい、出発時間あるじゃん、はい、あエレベーター来いと思って全然来ないときない？いや、あります。え、なんで来ないのと思って、うん、あめっちゃ人乗ってんだって思って目の前で開いた瞬間誰も乗ってないっていう。いや、ありますよね。どこにいたお前って思う。間違いない。あれはね、上に行ったりするんじゃない？ちゃんとね、上まで行っちゃうから、はい、これでも分かるわ、うん、乗りたい時乗りたい。いや、いいですね。面白い。ありがとうございます。ありがとうございます。キーちゃんから面白いいただきました、はい、ファンタジースタイム、タイマイさん。タイマイさん、皆さんこんばんは。はいはい私は来年の春から無事東京での就職決まり上京します。東京で暮らせることはとても楽しみなのですが、仕事がどうしても不安です。なので仕事運を100系ちゃんくらい上げたいです。ファンタスティックスの皆さん、おい冷たい、ね、おい冷た、私の仕事運上げてください。だって系ちゃん上げちゃって。じゃあ仕事運が上がるような100系ちゃんいきますね。ダルッダン100系ちゃん。というリスナーの方はね、イヤホンこうやって撮ります顔怖かったよ今もうここ血管、首の血管すごかったと思います。すごかった。口もめちゃくちゃ開いてたよやっぱいいですね、新年早々。ああ、いい声が出ました。いい声出そう、はい、今の百景ちゃんベストの百景ちゃんだった。あ、もうちょいいけるかな。もうちょいいける。もう一回いく。あ、ちょっと喉が一日一回って決まってる百景ちゃん。百景ちゃんは、はい、初めて聞いたけど、ね、十景ちゃんは 何発もいけるんですけども。あ、じゃあ十景ちゃん10回ぐらいいく。あ、100になっちゃうんで。あ、ダメダメです。あ、ダメなの。厳しい。そういう計算じゃない。あ、違います。すいませんでした。ちょっとケイちゃん安売りしない方がいい。あ、そうですね。最近なんかジケちゃんジケちゃんみたいになっちゃうあれが面白いから。あれが確かに。ファンタジスタネームあられちゃん皆さん、キーン。あ、そんなあられちゃんから。皆さんこんばんは、はい、楽しくラジオ聞かせていただいてます。私の2023年あげたい運気はくじ運です。私は今までファンタの直筆サイン入りのプレゼント企画やバクステオンラインムーグルなど当たったことがありません。またファンたちのお便りも読んでもらったことがないので、今年こそは何か当たってほしいなと思ってます。ファンタの皆さんもあげたい運気を教えてほしいです。来た、読みましたよ、ラレちゃん。すごい、初、たくさん多分送ってくれてたけど早速いい運が流れてますね。来ましたよ、あられちゃん。ケイちゃんのあげたい運気は何ですか？僕ですかうん、やっぱり仕事運ですかね。仕事運、なんかファンタスティックスとしても2022年は結構いい調子だったじゃないですか、うん、個人活動もみんなやって、そういう活動の幅も広がりましたし、うん、やっぱファンファンプロジェクトって第1弾第2弾第3弾とすごいなんか皆さんと一緒になんか夢を叶えていく第一歩になったので、うんうんうん、それの続きというか、うん、さらに大きな夢に近づけれるように、アリーナとかね、うん、やりたいじゃないですか。やっぱ確かに。だからファンタとしての仕事運を上げていきたいですね。2023年は今年はアリーナですか、はい、そうです。やりたいです。やりたいですか。はい、叶うといいですね。一緒です。え、叶うといいですね。叶えましょう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 。一緒です。叶えましょう。はい。そんな感じで、はい、僕たちの皆さんのあげたい運気を聞いてきましたが、はい、ここで、お、これか。僕たち二人が今年どんな感じなのか、ここでおみくじを引いていきたいと思います。来ました。懐かしい。じゃあケイちゃん一人ずつ。はい。じゃあ僕からいきます。見えます。見えます。こちらです。マリックさんいる。あ、来てますか。そうす、見えま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 す。はい、開きます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 。何も書いてないんですけど。僕も何も書いてないです。あ、ボケが一緒。あ、うらうらうら、なんだこれはなんだこれは、見たことない運勢いきます。じゃあ先俺行く。先俺運勢半吉。はい。願い事、焦らず努力すれば叶います。お、遊び、友達、健康、病気の心配はありません。ありがとうございます。よかったです。金運、今はたまりません。少し待ちましょう。ひどいな。ちなみにお出かけなんですか。はい、お出かけ、雨が降るかもしれません。なくし物は見つかるまでに時間がかかります。一緒じゃないですか。おい、半吉、珍しい半吉が。焦らず努力すれば叶います友達、はい、せーの、
喧嘩をしますが仲直りします。一緒じゃないですか。一緒やねんか。なんでこんなすごいよ、おみくじの数これしかないんじゃないですか。半吉半吉しか開いてないのよ。100個ぐらいあるよね、そのおみくじ中で半吉2つ引く。すごい。あ、逆に運気が上がりそう。開運のヒントはさすがに違うんじゃん。確かに。いくよ、せーの。最後まで諦めずに頑張ろう。おい、よくあるぞこういうの。一緒じゃないですか。なんだよこれ、まあ、2つ合わせて大吉みたいなことじゃないですか。半吉と半吉、半分だ半分で、はい、2人合わせて頑張りましょう。頑張りましょう、頑張りましょう。今グータッチしました。まさか珍しいと思って言ったら一緒だったとは。じゃあケイちゃん代表してさ、はい、ファンタスティックスの運をじゃあ引きましょうよ。わかりました。ファンタのやつですね。大事大事。いきます。いきましょう。おーすごい。なんだなんで、大吉か。 大吉。おーすごい。願い事強く願えば叶います。おお、健康、風邪をひきますがすぐ治るでしょう。おお、金運、お手伝いすればお小遣いアップ。おお、たくさんのお手伝いしましょう。お手伝いしましょう。はい、あとはなくし物、引き出しの中から出てきます。やった、よかった、余裕だ。開運のヒントは人には親切にしよう。お、あ、当たり前じゃない。当たり前じゃないですか。あれは、まあ、でも大大吉ですって。やばいじゃん。あ、遊び遊び遊び、ファンタスティックスの遊びね。しりとりが上手くなるでしょう。やった、高速しりとり上手くなるかもしれない。お、そうじゃん。やった、ふるさとファンタとかね。そうですそうです。すごい、なくし物も全部引き出しから見つかるってことはさ、はい、ファンクラブのなくし物もなくしても大丈夫、回収できるってことだ。最高じゃない。よかった、大大吉ですって。ファンタスティックス今年ありに行きます。はい、行きましょう。間違いなく行きます。はい、さあ2人の2023年の運勢が見えたところで、はい、ここで1曲お届けしたいと思います。けいちゃん、曲紹介お願いします。はい、ファンタスティックスフロムエグザイトライブでギリギリライドイットアウト。 FM 大阪からファンタスティックスフロムエグザイトライブの沢本夏樹と木村圭斗がお送りしています。みんなで作るラジオ、ファンタスティックレディオ。後半はファンタジスタの皆さんから届いた普通メールを紹介していきたいと思います。いやー、新年一発目の普通メールですね、はい、じゃあ僕からいきますね、はい。ファンタジスタネーム郡山市の若林さんからです。やった、はい、沢夏くんへありがとうございます、ファンタスティックス畑ありがとうございます。ありがとうございます。私は今年から郡山で一人暮らしをしていて、あ、そうなんだ。都心より離れるのが心配でした、はい、でもファンタスティックス畑で沢夏くんが活躍しているのを見て福島に来てよかったって思いました。今度みんなを連れてきて一緒に畑仕事してください、待ってます。おー、いいですね、嬉しい、ありがとうございます。夏樹くんが活躍してるのを見て福島に来てよかったと。よかった、それはなんか嬉しいですね。なんかちょっと支えになってるなら、うん、だからケイちゃんもまたファンタスティックスポテが来てよ。あ、一回も行ってないっす。あ、来てない、またって一回見てないっす。あれ、あ、そうだった、メンバー間違えてる、大輝くんとなっちゃんか。そうです、いつか行きたいんですよね。来てよ、はい、ケイちゃんまたなんか告知でもいいから来てくれたら。あ、行きたいですね。来ましょう来ましょう、行きましょう行きましょう、一緒に汚れましょう。はい、頑張りましょう。 あんま汚れたくない人が、いやいやいや。いいよいいよいいよ。ファンタジスタネームココさん、はい、ケイトくん、おうドラマダブル主演決定おめでとうございます。あ、どうす。最近映画やドラマなど演技の仕事が増えていて嬉しいです。ついに主演ドラマ、すごいです。ファンタを知らない他のファンの方々もケイトくんのことかっこいいと言ってくれて自分のことに嬉しいです。そこで質問です、はい、今回のドラマ主演をするとなって何か気をつけたこと、気持ちの変化をありがとうございました。気持ちの変化をありがとうございました。なんて感謝されたんですか。はい、思ったことですか。何か気をつけたことや、気持ちの変化はありましたか。ありましたか。ありましたね。なんかでもやっぱダブル主演っていうのがあるので、はい、やっぱり周りを引っ張っていかなきゃいけないって存在だよっていうのを大輝くんから教わって、うえ、どうしたらいいんだろうって思った時に結構周りを見るようになって、スタッフさんへの心遣いとかを結構学びました、うん、演技以外の部分で。うわ、どういう、なんかその録音部さんがいたりとか、うん、なんかそのカメラマンがいたりとか、うんうん、カメラマンにもその寄る時のフォーカスを合わせるために、うん、こう寄りながらこうやって合わせたりするんですよ。へ、すごいね。そういうなんか一人一人がそう輝いてその一つの作品ができてるんだなっていうのを改めて大事よ、なんか実感できたというか、普段まあ思ってはいたけど、そうここまではっきりとは分かってなかったので、そういう気持ちの変化はありましたね。わ、すごい、めちゃくちゃいい話聞けてますね。だから感動しましたね。感動した、なんかそのみんなで最後やりきった感があったんで。泣いちゃった。いや、泣きそうでした。泣けよそこ。涙もろいんだから泣けよ。
目薬もらえばよかったっすね。そこだけ目薬だけはやめろ。我慢しました。やっぱ主演として、はい、周りがやっぱ悲しんじゃうんで、こっけ別れじゃないぞって、え別れじゃないよっていうの大丈夫大丈夫いいね、はい、すごいありましたね。素敵なお話をありがとうございます。あす、じゃあもう一個いきますね。じゃあはい、ファンタジスタネームポニちゃんさん。ポニちゃんこんばんは。はいはい、やすこさんかな。はい澤さんはめちゃくちゃ大食いで、本番前なのにすごい満腹になるまでご飯を食べているとどこかで聞いたことがあります。どこかで。そんな大食い澤さんに相談なのですが、私もめちゃくちゃ食べる方なので食事制限とかあんまりしたくないのですが、食べ過ぎた次の日やちょっと体重を落としたいなと思う時どうしていますか。ないんじゃないですか。ないよね。くんは基本だからジムも行ってるし、うん、歩いたりしてるし、ライブやってる時とかはもういくら食っても痩せちゃうから、うん、本当に食事制限というよりかはその食べた分運動すればいいんじゃないですか。あそうだね、そう絶対に継続的に。名前ポニちゃんさん、ポニちゃんさん、ポニちゃんさんはその多分運動しない分多分食べ過ぎちゃうから、そういうのがあると思うんだけど、比例させないと。そうそうそう、運動量と食事量。ただ俺運動しなかったら太んじゃないかな、分かんない。いや確かに、だってラーメン3杯とかいけますもんね。めっちゃ最近4杯いっちゃって。あ進化しちゃったんすか。もうツアー期間1ヶ月本当東京に全然帰れない時あったじゃん、はいはいはい、あの期間にもう行きたいラーメン屋さんがもう募っちゃって。あそういうこと。僕の中で、はいはい、で東京に戻った時に、まあ、今日2軒だけにしとこうと思ったら、あれもう1軒近くねってやって3杯目いっちゃって、そしたらうわならもう1個リストに入れてるやつ行こうと思って行っちゃって、最後の店でスープまで飲み干すっていう。それは4杯目は美味しいんですか。美味しいよ。へえ。全部違うんだもん。確かに。だからまあその分だから、その期間もその期間とかラーメン屋さんからラーメン屋さんもタクシーとか乗ってるわけじゃないから、はいはい、ちょっと1キロとか全然歩けちゃうじゃん、うんうん、歩いたりしてるから。えらいですね。それでプラマイゼロですね。僕も最近ラーメン屋行ったんですけど、なんか珍しい。そうなんですよ。水分となんだっけな、なんあの魚の出汁しか使ってないラーメン屋さんみたいのがあって、はあはあ、そこめっちゃ美味しかったです。今度教えます。教えてください、はい、東京だよね。東京です。おお、はい、やった。確かに僕もなんか鶏白湯系でないんですか、美味しいお店。鶏白湯、豚骨系。いや鶏白湯あんまし行かないからな。でもね2カ所ぐらいあるかも。お1カ所は多分みんな知ってるとこじゃない。はいはい、よく行ってたね。はい、あそこか。うん、じゃあぜひ後ほど教えてください、はい。もう一丁、もう一丁いきます。俺言っていい。はい。ファンタジスタネームいっちゃんさん。いっちゃんさん、はい。2022年の目標としてケイト君は表現力を掲げていましたが、パフォーマンスだけでなくお芝居でも表現の幅を広げて活躍した1年となりました。有言実行したケイト君すごいなと思います。2021年に比べて表現力はどんな風に変化したと思いますか。2年前ですか。2021だから、あそう、2022の時に掲げた目標か、ね、どうなんですかね。やっぱり自分では分かんないですけど、なんかその表情に引き込まれるって、その演技してる時に言ってもらえたので、うわすごい。そこはすごいなんかちょっとずつは成長してるんじゃないかなと思うんですけど、うん、やっぱりねまだまだだと思うんで、ストイックに頑張りたいなと思います。かっこいい。まだやっぱ足りない、はい、足りないです、ね、その自分のさ出てるドラマ見んの。いや見ますよ。あ見るんだ。はい、やっぱりあそこもうちょいこうした方が良かったなっていうのもありますし、あそうなるんだ、まあ、ここ良かったなっていうのももちろんありますけど、これ俺かっけえじゃんみたいな。はい、あそこよくできたなって、はい、はい、でやっぱダンスもそうじゃないですか。なんかある、ね、もうちょいできたなっていう時もあれば、うんうん、ここ良かったっていうのあるね。ちょっとあのソロ微妙だったなとか、うん、もうちょいいけたなとかあるんで、この動きめちゃくちゃ映えるじゃんみたいな、はい、あるよね、うん、それと一緒であるんで、まあね、主軸はダンスなんですけど、うん、俳優もやらせていただいてるってことで、その俳優を本業としてる方にも負けないように。そうだね、大事だねそこは、はい、頑張りたいなと思います。レペジェン、レペジェンじゃない、レペジェンです。リスペクトか。そうです、リスペクトの気持ちを込めて。はい、ということでたくさんふつメールを紹介してきましたけど、今年もねたくさんありがとうございます。そしてこれからもねふつメールたくさん送っていただけたらなと思います。待ってます。ありがとうございます。FM 大阪みんなで聴くラジオ、ファンタスティックラジオ。
FM 大阪からファンタスティックスフロムエグザイルトライブの沢本夏樹と木村圭人がお送りしています。みんなで作るラジオファンタスティックレディオ、エンディングのお時間となりました。ありがとうございます。ありがとうございます。新年一発目、いやいいですね。グループとしても大大基調弾けることもできましたしね。そこだよ圭ちゃん。はい、いい一発目になったんじゃないかなと。一発になりましたね、はい、なんかいい話もできたしね。あっという間ですね。なんか本当にファンラジやってる時って本当に早いんですよ、時が。もう5年目ですもんね。しかも、はい、前回も公開収録できましたしね、あったしね、改めてね、そのリスナーの皆さん、ファンタジスタの皆さんの温かさをなんか公開収録で知りましたね。確かに、はい、だから雨の中ね待ってもらってね、2023年も愛されるラジオを作れるように頑張りたいなと思います。ついてきてください。お願いします。番組ではファンタジスタの皆さんからのメールをお待ちしてます。メールが採用された方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。そして番組にメールを送ってくださった方の中から抽選で5名の方にファンラジオリジナルマスキングテープをプレゼントします。はい、そしてファンタスティックスからのお知らせですが、2月15日和歌山公演を皮切りにファンファンジャンプを開催します。よっ、ありがとうございます。ありがとうございます。まあね、ホップステップジャンプと、結構皆さん予想できたと思うんですけど、はい、このジャンプのライブは皆さんの期待を超えれるように。そうだね。そしてね、超えますよ。てかもう本当に超えますね、間違いなく。毎回超えると思うんで、皆さんぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。詳しくはホームページをご覧ください。あともう一つね、ファンタスティックスの FC もそうだ、はい、開設されているので、皆さんぜひ入っていただいて、なんか本当にくだらないことや本当に面白いと思うんですよ、あの入らなきゃ分かんないことだらけです、僕らがこう今口で例えば親知らずの動画ありますって言っても何言ってみたいな感じじゃん。だ入ったら、あ、ファンタスティックスってこういうグループなんだとか、はいはい、でもかっこいい一面あったり、面白い一面あったりみたいな、そうなんです。いろんなファンタスティックスが見れるので、はい、ぜひチェックしてください。はい、お願いします。そしてメンバー個々でもいろんな活動をしていますので、今後の予定に関して詳しくはエグザイルトライブモバイルの中にあるファンタスティックスのページをチェックしてください。ということで今夜はファンタスティックスからのエグザイルトライブでオーバーフローを聞きながらお別れです。FM 大阪みんなで作るラジオファンタスティックレディオ、この時間のお相手はファンタスティックスフロムエグザイルトライブのパフォーマー沢本夏樹とパフォーマー木村圭人でした。バイバーイ。